キチャンネル。ちょっ、月曜日総チェック。はい、ということで今日も1時間たっぷりやってまいりましょう。はい、1時間ですけど編集上どうなってるか分かりません。58分ぐらいになってるかというところでね、交流戦もね、3分の1終わりましたけどもね、中でどうなっていくのかというところでいきましょう。まずは DeNA 戦、2日雨天中止、3日6対2で DeNA、 4日5対4で DeNA ということで、 DeNA のもう勝ち越しですけども、今日月曜日ね、試合あります。3連勝するのか、西武がね1勝報いるのかっていうところで、3日6対2で DeNA、 DeNA 先発バウアー8回109球3安打13三振3四球2失点と、まあ変化球が低めにきっちり決まったのが良かったっていうところと、まあストレートもね低めに結構決まってたなっていうところはあるけども、まあ結局はまっすぐの切れ次第っていうところでね、まあこの試合は良かったんじゃないでしょうか。しかしね、甘めでもどんどん、まあフォアボールがね、まあこの日3っていうところだけども、まあ甘めでもどんどん投げていくんで、まあそこがどうなるかっていうところで、ちょっと甘く入ったところをね、2本のホームランっていうところで、まあそこら辺はね、どうなのかっていうところはあるけども、きっちりね勝ち投手ってなったのは2勝目大きかったんじゃないでしょうか。で、西武先発高橋光成、6回101球8安打4三振2四球4失点と、まあ5回ね、もう全ては5回ね、先頭強打ライト前で伊藤フォアボール、ノーアウト1塁からバウアーのバントね、チャージしすぎてバウンドアーズ後逸っていうところで、まあ、これ取ってたら多分三塁狙えたんだよね。でそうなってきたらひょっとしたらこの回0点で、まあ、どうなってたかなっていうところはあるんで、この回のバントからの高橋光成自身のエラーから、佐野タイムリー、関根タイムリーとね一気に、勝ち越されて4対1、まあ、そのままね6対2って結果になったけども、このミスが痛かったっていうところと、初回セーブ源田フォアボール、でこれ盗塁したところで源田がね3投目狙っていこうと、バウアーねクイック大きいぞといったところで投げる前に走っちゃって挟まれてアウト、これ痛かったね。結局はね、あのワンアウト1塁からね、源田川越ねフォアボールフォアボールでノーアウト1塁ね、外崎三振になるけども、ここで一気にねワンアウト2、3塁を作ろうっていうところでね、ここもったいなかったっていうね。で DeNA はね着実に得点っていうところで、まあ、2回にねオースティンツーベースで、これはレフト前でノーアウト1、3塁から強打がタイムリーっていうところで、ここでねしっかり1点取って、で4回にはね外崎がホームランで追いつかれるも、先ほど言ったように5回勝ち越しで、このね7回に佐野フォアボールで関根ツーベース、ノーアウト2、3塁から宮崎犠牲フライで牧野犠牲フライっていうところでチャンスを作ってからね、ノーヒットで2点を取ったっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか、ね。でその後ね8回に平野のホームランで1点返されるも6対2とね、でこの日強打がね4安打グッと大丈夫ね、もう3回にもね強打のヒットからつながっていくっていうところもあるし、非常にいい形のね下位打線で4安打っていうところは大きかったんじゃないでしょうか。で4日、5対4で DeNA の、勝ちというところで、まあこの試合はなんて言ってもね、セリーグの野球の難しさっていうところがね、出たんじゃないでしょうかね。西武先発ね平、7回96球3安打2三振2四球無失点と、 DeNA 先発ガゼルマン5回3分の1102球9安打4三振2四球1デッドボール4失点というところでね、まあ前半ね5回までは0対0で進むんだけども、まあ6回表にね西武ワンアウトから外崎フォアボールで渡辺ライト前で牧野フォアボールというところで、このフォアボールが絡んできてね、川越タイムリー若林ライト前で、古賀がタイムリーというところで、ここで連打が出て4対0、まあこのままね勝ち切るのかっていうところで、5回裏に DeNA がね連打で失点するんだけども、まあここでね8回表ね2アウト1、2塁ね2アウト1塁から古賀が粘ってフォアボール、2アウト1、2塁になったところでもう1点取りに行こうとピッチャー平に代わって代打栗山ね、これでアウトになって追加点取れず、で代打を出しちゃったんでピッチャー交代ね、ここで佐藤が出ていって大和ツーベースで佐野ライト前ノーアウト1、3塁になって関根のピッチャーゴロ、なんとファンブルからのねで拾い上げて投げたら悪送球、これちゃんとアウトに取ってたら、だってこれ普通に取ってたらダブルプレーもいけてたから、ね、でその後ねティノコに代わって宮崎タイムリーで、牧野内野ゴロの間に行ってあげて代打ね楠本にタイムリーツーベースで、まだここでね、クアラアウトに乗ってたとも強打のフォアボール、これ痛かったで戸柱がね、セカンドゴロタイムリー内野安打っていうところで、あの外崎ねよく取ったけどあるアウトにするのはねちょっと無理っていうね、中で一気に5対4と逆転っていうところでね、まあ結局はエラーなんだけどね、
この佐藤のピッチャーゴロ、これ処理だけ普通にしとけばね、なんてことない、逆転されることはなかったんで、まあ投手リレーっていうより初戦結果このねエラーで負けたっていうところはあるんだけども、このセリーグがねピッチャーが打席に入るっていうところの難しさで、ここね通常だとねそのまま完封っていうところに DH がなかったら行ってたと思うんだけども、このチャンスでね回ってきたことによって代打を出してピッチャーを変えてしまったことで結局負けてしまったっていうところで、まあこれがセリーグの難しさっていうね中で DeNA のね結果今2勝、ね今日の試合どうなるのかっていうねところです。はい、続いてヤクルト対楽天、2日雨天中止、3日9対5でヤクルト、で4日5対2でヤクルトっていうところで、ヤクルトはねもうこの月曜日の試合予備日になってないんでもう試合がないんで、2連勝で勝ち越しっていうところになりましたけども、ヤクルトはね6カードぶりの勝ち越し、そして44日ぶりの3連勝っていうねところで、ここからどこまで巻き返せるかっていう中で、3日9対5でヤクルトっていうところで、ヤクルトね、楽天先発早川2回42球6安打1三振6失点で、2番手駒子1回25球3安打1三振1四球2失点と、まあ早川もストレート逆球ね、変化球は甘いっていうね、で駒子は全てが高いっていうところで、それを全部ね、仕留め切れられたっていう中でね、まあ苦しい、ピッチングになったかなっていうね。でまあ3回で8失点だからもうさすがにきついっていうところでね、ヤクルトは初回ワンアウトか山崎レフト前で、青木がレフトにホームラン、青木くんまだまだレフトにホームラン打てる、若いね。で、2回中村オスナ連続ヒットでノーアウト1・3塁で、長岡がタイムリーヒット、ノーアウト1・2塁でここピーターズ送りバント成功、ナイスバント。でそこから山田哲人のねスリーランっていうところで、6点で、3回裏オスナのタイムリーで、長岡の内野ゴロの間に1点を挙げて8点ね。まあ楽でもね、2回の表和田蓮のね、タイムリーでね2対1になってまだいけるぞって言ったところでね、この2回の裏の4点っていうのは非常に、痛かったかな、ね、でここからね、楽天も、4回にはね和田蓮の犠牲フライで、5回にはね浅村のタイムリーヒットで、4点目で、6回にはね小郷の内野ゴロの間に1点取って、まあちょっとずつね得点していって、まあ8対5まで追い上げるんだけどもね、7回裏サンタナのタイムリーヒットでこれがまあ勝負あったっていうね、ところで、まあ、きっちりねヤクルトはチャンスで連打が出たっていうところと、ピーターズの送りバントはさすがに大きかったかなと。で楽天はね、3回4回に渡辺の、ね、2打で5、6回もね得点上げるけども、やっぱり3回で走ってこれはちょっときつかったかなっていうね。ピーターズもねバタバタしたから、この前半ねもうちょっと早川駒子がね粘っとけばっていうところはあったけども、まあ、そこをね一気に押し切られたっていう感じじゃないでしょうか。で4日ね5対2でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発小澤5回71球2安打1三振3四球1セットボール1失点と、まあ、本人もね、中村も状態が悪かったっていう中で、まあ、制球も定まらなくて、四死球4と出しちゃったけども、まあ、楽天打線が仕留めきれずっていうね、結構ストライクボールはっきりしてボール先行も多かったし、甘めの球っていうのは大きかったけども、まあ、そこねまっすぐとフォークとか、まあ、ちょっとずつでも揺さぶりながら、でも制球甘い中ね、まあ、なんとかね本人たちが言うように、まあ、粘ったかなっていうところはあるけども、楽天打線がね仕留めきれずっていうところがちょっと痛かったかなっていうね。で楽天先発ね庄司、ストライクボールはっきりして、甘く高く入るっていうね、まあ、そこを楽天打線がしっかり仕留め切った。だから結局甘く入るところ仕留めきれたか仕留めきれなかったかっていうところが結果ね5対2っていう点差に、ねなったんじゃないでしょうか。で1回裏ね、ヤクルトの攻撃ワンアウトから山崎青木連続フォアボール、このフォアボールね正直痛かった。で村上がセンタータイムリーヒットで、サンタナも続いてワンアウト満塁から中村がね、タイムリーヒットで一気に3点上げるっていうね、この序盤の3点をね、まあ、小沢が状態悪い中かなり大きなね、先制点になったっていうところもあるし、3回の表にね、小深田がタイムリーヒット打って1点取るんだけども、まあ、結局ねその後もねなかなか甘いところね結構来るんだけども仕留めきれずっていうところはね、痛かったかなっていうね。で5回表もね楽天大郷がセンター前ヒットで先頭出るけども、太田送りバントで代打ね安田で山崎とね、チャンスで1本出ずっていうところはやっぱりねこの楽天がホームランはね多くて得点取るけどもタイムリーが出ないっていうね連打が続かないところがやっぱりきついなのかって。で6回、ヤクルトはねオサのホームランで、7回、ランナーをね3塁に置いてからサンタナの犠牲フライっていうところで、まあ、着実にね、点を取って5点っていうところはね非常に大きかったんじゃないでしょうかね。7回裏ね、先頭青木がツーベース打って、村上がねノーアウト2塁から、セカンドゴロで最低でも進塁だっていうところでね、
まあ、初球で引っ張り込んだっていうところはあるけども、しっかりそういったところがね、結果進塁打になってくるっていうところが、ワンダウン三塁からサンタナの犠牲フライになってくるんでね、こういう細かいところもね、勝つためにこれね、6カードぶりの勝ち越し、44日ぶりの3連勝っていうところには非常にね、アウトになったけど、この村上のセカンドゴロっていうところの最後のダメ押しはね、大きかったんじゃないでしょうか。で、8回表ね、山崎のタイムリーで1点取るもね、時すでに遅しっていうところで、まあ、楽天はね、隅谷が1500試合出場、グッとね、ナイス、2000目指して頑張ってくださいね、っていうところで結果2勝でヤクルトの勝ち越しっていうね、ところになりましたね。続いて広島対ソフトバンク、2日1対5でソフトバンク、3日4対2で広島、そして4日2対3でソフトバンク、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越し、広島は2試合連続、2カード連続の負け越しっていうね、ところになりましたけど、2日ね、1対5でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発和田、1回15球、1安打2三振、無四球無失点と、まあ、2回ね、マクブルームの打球を左腕に当てて、まあ、降板っていうね、でところで、ソフトバンクはね、交代ピッチャーね、バンド、緊急リリーフになりましたけども、3回52球、1安打1三振、2四球無失点とね、まあ、急すぎてね、制球定まらない中ね、スタートしたけども、低めにしっかり制球できてね、この緊急リリーフを乗り切ったっていうところは非常にね、良かったんじゃないでしょうか。広島先発とかね、ちょっと右肘のね、左肘のね、炎症があって、ちょっとね、登板間隔空きましたけども、まあ、この日はね、6回91球、8安打5三振、無四球3失点と、まあ、柳田のね、一発に沈むっていうところで、あそこね、インコースにツーシーム行こうと思って、ちょっと真ん中高めに浮いたところをね、まあ、若干タイミング外れたかなっていうところはあるけども、そこはね、柳田がしっかりね、打ち切ったっていうところは、柳田のすごさがね、際立った、ホームランだったんじゃないでしょうか。ね、でこの日もね、広島ね、2回裏、ノーアウト1塁からね、6番田中、センターフライっていうところでね、でその後堂林三振、矢野のフォアボールを選ぶけども、ツーアウト満塁からピッチャーとこだね、サードゴロで1点入らずっていうね、まあ、結果論だけどもね、この2回裏のノーアウト1塁で、6番田中、バントじゃダメなのっていうね、ここバントでよかったんちゃうかって、で堂林の一歩にかけて、ここ絶対1点取って先制していくっていう、まあ、序盤だからっていうのもあるけども、ね、やっぱりこの交流戦を勝ち切るためにはっていうところでは、このね、2回裏のノーアウト1塁、6番田中、ね、俺はバントじゃよかったんじゃないのかっていうね。で、そこ点ね、決めきれなかったところで相手にチャンスがいって、3回表ね、ワンアウトから、川瀬がツーベース。で、バントを三振するけども、ツーアウト二塁から中村晃ね、レフトで先制タイムリーっていうところで、こうツーアウトからね、しっかり1本打ったっていうところは先制ね、大きかったかなっていう。このね、2回裏と3回表のね、この1本出るか出ないかっていうところでね、この1対0ってなって。で、広島はね、5回裏、矢野が先頭ね、ライト前ヒット。で、床田送りバンドを決めて、ワンアウト2塁からね、菊池、キャッチャーゴロになったけども、まあ、守備妨害でアウトっていうところでね、まあ、あれはね、細かく説明すると、打席出てなかったら多分ね、ファールもありやったかもわかんないけど、結果完璧打席出て、フェアグラウンドでボールに足に当たってるからね、一瞬。まあ、あれはちょっとね、守備妨害になるかなっていうね、菊池は抗議してたけども、あれは守備妨害でアウトですっていうね。まあ、その後もね、西川がね、川瀬のエラーで出塁して、ツーアウト一三塁だって、秋山がファーストゴロっていうね、このチャンスで一本出ない。この試合はね、もうね、広島がチャンスで一本出ない後に、ソフトバンクがチャンスで一本出るっていうところで、まあ、6回表ね、近藤がヒット。で、柳田がね、先ほど言ったとこだろうね、ツーシームが真ん中うまく入って、ホームランで3対0。で、6回裏にね、マクブルームが海野からね、ホームランを打って、1点取って、なおもツーアウトから、堂林ヒットっていうところで、まあ、そこね、まあ、続いていけずっていうところもあるけども、7回裏ね、ツーアウトから西川、秋山が連続ヒット、でマクブルーム先にホームラン打ってね、この打席どうかっていうところで、ツーアウト1、2からセカンドフライでアウトっていうね、だ結局この日はね、広島ホームランの一発のみっていうところで、チャンスにね、1本出ない、でも7回裏ね、チャンスに1本出なかったら、今度何が起こるか、そう、ソフトバンクがチャンスで1本出るっていうところでね、近藤がね、先頭近藤ツーベース、で柳田がね、内野安打。要はノーアウト一三塁から牧原がねタイムリーヒットで、ツーアウトになるけどもツーアウト一三塁からね川瀬がまたタイムリー内野安打っていうところでね、広島はチャンスに1本出ない、ソフトバンクはチャンスに1本出ますっていうねところで結果ね5対1で、まあソフトバンクはねリリーフがね、しっかり踏ん張ったかなっていうところでね、和田が初回ね、緊急降板するけども坂東田浦、甲斐のつもり、ま、松本モイネルとね、甲斐のつもりはねちょっとランナー出したけどもねしっかり粘るっていうところと全員でね奪三振11だからね、ちょっとチャンスで三振もね、あったり目立ったかなっていう広島の攻撃っていうね。で続いて、3日、4対2で広島っていうところで、この試合はね広島先発森下7回108球2安打7三振2四球 1デッドボール無失点と、まあ、1、2回ねバタバタしたけども、まあ、ランナーね、
出たけども、そこをなんとか乗り越えて、波に乗るっていうところがね、できたかなっていうところはグッピッチだったと思います。まあ、ソフトバンクはね、初回、2アウトからだけども今度オファーボール、柳田デッドボールでノーアウト1、2塁で栗原ね、三振ね、で今度はねこの試合、ソフトバンクがチャンスで1本出なかったら広島がチャンスで1本出るっていうところで、広島は初回ワンアウトから矢野セーフティーバント、これめっちゃうまかったね。で秋山マクブルーも連続フォアボールでワンアウト満塁から西川がね、タイムリー内安打っていうところでいって、このあとねワンアウト満塁続くところで林のねレフトフライ、ここでもう1本取れればねもっと楽な展開になったかなっていうね、ところはあります。あとこのね、西川のファースト内安打ね、マクブルームにね打球当たるんだけどね、当たるんだけどもその前に中村のグラブに当たってるから、これはね守備妨害にならないっていうね、ところはあるんだけどもね、さっきも言ったように追加点が欲しかったっていうね。で、ソフトバンク2回表ね、柳町マクブルームファンブレーラーね、川瀬三振で回センター前ヒット出るけども、9番石川ね643ダブルプレーっていうところで、送りバントでもよかったんちゃうかっていうね、俺は思うんだよね。無理に打ちに行ってダブルプレー最悪だからね。でこれでまた1番のね、中村晃に続けていけば、中村晃ね最近状態良かったっていう中ではね、ここ、1点ね同点に追いつけたんちゃうかっていうところはあるけどもね。6回裏広島の攻撃で先頭林ツーベースで、相澤の時にバントするもね、石川のフィルダースチョイスっていうね、あれはもうファーストってかサード、あれは無理でしょ、かなりあれはねきつい、あれはもうファースト一つで良かったっていうところでね、ノーアウト1・3塁、そのアウトになるけどもワンアウト1・3塁から森下ね送りバントと見せかけてセーフティースクイズ、グッズナイスね。で3塁ランナー林のねスタートもね素晴らしかったっていうところもあるけども、この1点はね非常に大きかったんじゃないでしょうか。で7回裏もね、ピッチャー加山に代わって、先頭矢野がフォアボールで、秋山送りバントを決めてマクブルームね敬遠で、ワンアウト1・2塁から西川ねライト前ヒットでワンアウト1・3塁になって、田中康介がねまた見事にセーフティースクイズっていうね、グッドナイスっていうね、中ではねしっかりこの時秋山とかバントさせてるからね、そう考えたら昨日のやっぱりねあの反省がまあ生かされたのかなっていうところはあるけどもね、しっかりいい形になって、でまあ9回表にね2点失点するけどもね、まあなんとか逃げ切ってまあ広島の勝利っていうところでは、まあソフトバンクはねこれね8回の表、ね、ワンアウトから中村がね菊池のエラー、牧原ライト前ヒット、近藤センター前ヒットで、ワンアウト満塁から柳田栗原がね連打出ずっていうところで、まあ、ここの無得点がねちょっと痛かったかなと。ここで点取ってればひょっとしたら逆転もねあったんじゃないのかっていうところだっただけに、まあ、この3日の試合はねソフトバンクはね欲しいところで1本出なかった、逆に広島はね欲しいところでしっかりねバントも決めながらねセーフティースクイズも作戦もはまりながら1本出たっていうところがね、勝ち負けの結果につながったんじゃないでしょうか。で6月4日、ね、2対3でソフトバンクの勝利っていうところで、ソフトバンク先発藤井ね5回3分の1、85球、5安打4三振、4四球2失点と、まあ、最近ねちょっと球の切れがね、鈍くなってきてるかなっていうところでね、フォアボール4つ出したけどもなんとかね、我慢のピッチングっていうところでねしっかり勝ち星上げれたのはね大きかったんじゃないでしょうか。で広島先発アンドーソンね、5回86球無安打5三振3四球無失点と、まあ、ここで5回まで完璧なピッチングっていうね、まあ、低めでもしっかり決まってたからねいい形の、ピッチングになったんじゃないでしょうか、ね、でここでね広島はね初回、ワンアウトから矢野がセンター前で、ここでね盗塁回が悪送球バーッとで3塁まで行って秋山がねセンター前タイムリーヒットっていい形で1点先制して、アンダーソンがしっかり抑えてっていうねところでねノーヒットで迎えたね6回表ピッチャーアンダーソンから栗林ね、先頭中村晃レフトへツーベースで、牧原内野安打で、近藤ライト前ヒット、柳田ね、ライト前ヒットで、柳町がセンター前ヒットで3者連続タイムリーっていうね、一気に3点っていうねところで逆転で、6回の裏にね、秋山フォアボール、マクルブールアウトになるけども、西川坂倉連続フォアボールで3四球で満塁で、ここで藤井から田浦に代わって上本がレフトへタイムリーヒット、ワンアウト満塁から代打松山ファーストゴロ、代打磯村ピッチャーゴロ、ここで最低でも同点に追いつけたかった。そしたらこの試合ねどうなってたかわからないっていう中で、ここでね追いつけなかったのが結局痛かったかなと。でソフトバンクはね7、8、9とね7回先頭ね正木レフト前ヒットで、8回先頭柳町ねライト前ヒットで、9回先頭代打谷川原ライト前ヒットと、先頭出塁するもここね追加点取れなかったっていうところはねもうちょっと欲しかったかなと。でね広島はこの6回の追加点、あと7回のね先頭菊池フォアボールで、矢野送りバント決めて秋山フォアボールで、ワンアウト1塁から4番マクブルーム6-4-3ダブルプレー、この6回7回で追加点差上げてれば勝てたの試合だったのにっていうね中では、ソフトバンクはねきっちり勝ち切ったかなっていうところと、
あとこのね、一つ気になるところが、6回にね、アンダーソンから栗林っていうところで、もう栗林はそういう使い方なのっていうね。で、まあ、今年ね、気になるところが、まあ、復帰してからね、5月25日の2軍のオリックス戦で、まあ、実戦復帰したんだけども、まあ、2軍のね、高監督は、1軍でストッパーをできる球になっているかを見たいと。ただ、投げられるかだけではダメだと思うっていうね、ところになったところで、まあ、この1試合登板してから、これ1軍に来たんだけども、まあ、俺はね、まあ、これは完全に俺の考えなんだけど、その、まあ、今ね、9回矢崎がね、投げて、まあ、このまま若干バタバタしながらね、その後島内が抑えたっていうね、この3日の試合っていうところもあるけども、やっぱり栗林は9回に帰ってきて矢崎が8回とかね、その前にね、こう島内、ターリーとかね、投げればもっと厚みがね、出ていく中でって俺は考えてんだけど、このね、9回にもう投げらせれるぐらいの状態に上げるまで俺は2軍で調整でよかったんちゃうかっていうね、この1軍はね、調整する場所じゃないから、まあ、負けてる試合とかだったらいいんだけど、こういうね、いい形のなったところで投げて、やっぱりこれね、本人にとっても良くないしね、チームにとっても良くないからね、そう考えるとこう使いづらくなるじゃんね。だからその、まあ、名前があるからね、いけるだろうと思って上がってきたのかも分かんないけど、まあ、俺は生で見てないからね、直でね、近くでどういう球今投げてるのかっていうところはそれはちょっと表現しにくいけどもね、俺はこんな中途半端な使い方するんだったらちゃんと完璧になるまで2軍で何試合も投げてトレーニングして調整して完璧になってから、で9回栗林っていうところで戻ってくるまで調整してもよかったんちゃうかって俺は個人的に思うけどね。だなんかこう中途半端な使い方になってるし、これじゃあチームのためにも栗林のためにもなんないっていうところも俺はあると思うから、そういったところではね、高監督言ってたね、ただ投げれるだけではダメだと、ストッパーになれるっていうね、今のがストッパーになれるのかっていうところもあるからね、厳しいことを言うようだけどね。だから俺はもうちょっと完璧にね、本人のためにもね、やった方がちょっとこれは中途半端な使い方になってきましなってきちゃって、今後ね、栗林のこのね、存在価値っていうのが薄まってくるからね、こういったところは、まあ、もうちょっと慌てなくてもよかったんちゃうかと思うけど、まあね、今後どうなっていくのか注目したいところではあります。結果ね、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりました。はい。続いて、中日対、オリックス。2日2対1で中日、3日1対5でオリックス、そして4日0対5でオリックス。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。まあ、中日は、2桁安打が止まってから、ちょっと打線が湿ってきたっていうね、梅雨だからかみたいなね、感じはあるけど、梅雨前から湿ってたかみたいなね、でも最近は打ってたぞみたいなね、ところはありますけども、2日2対1で中日っていうところで、中日先発小笠原ね、7回115球6安打7三振1四球1失点と、まあ、ナックルカーブね、かなり有効に使えたからなと、特に勝負球ではね、めちゃくちゃ威力発揮してグッピッチね。でオリックス先発山岡、6回90球3安打6三振3四球1失点、まあ、こうしっかり腕も入れてね、対右バッターには、縦スラ、そしてカットボール。で、対左には縦スラ、そしてチェンジアップのね、コンビネーションっていうところが非常にね、素晴らしかったかなっていうね、グピッチ。負けたけどね。で、まあ中日はね、最後は2アウトからサヨナラっていうところでね、まあオリックスね、ワゲスパックね、こんな言い方したらあれだけども、11回ね、この2アウトから福永にレフト前ヒットを打たれて、一番今安牌のね、言い方悪いよ。すごい言い方悪い。一番俺は安牌だと思う、ビシエドにフォアボール、これが痛かった。こう打たれたんだったらまだしもね。で結局そこから小林でつながれて村松にね、初球あのチェンジアップかフォークかな、反則球になってちょうどタイミング合っちゃいましたよっていうね、ライト前サヨナラヒット、これ村松はねグッとパッサヨナラヒットっていうね。でオリックスはね、初回ね、小林がセンターへスリーベースで村松アウトになるけども、この細川の時にね、このワイルドピッチね、この森ね、ハードワンパンだけどもね、まあ、変化球投手山岡っていうところでは止めなきゃいけないっていうか、止めたかったっていうね。でも3回にね、今日もツーアウトからチャロですっていうね、ところで先頭野口がね、ツーベースで山岡がサードゴロっていうね、まあもうここら辺はね、もう進塁打もね、打てるっていうのもなかなかね厳しいかなっていうね、ところもあるからね。で広岡が三振で2アウト2からね、チャロがしっかりタイムリーを打って同点になってね、まあ最終回まで行くんだけどもね、まあ、オリックスはね、まあ、ランナー出すともなかなか連打がなくてね、なかなか厳しい、試合展開だったかなっていうね、5回も2アウトからね、広岡、茶野がヒットをつけても、紅林がね、
ショートゴロっていうところもあるしね、まあなかなか厳しいかなっていうね。中日はね、祖父江、マルティネス、清水、勝野とね、グッドリリーフでね、いい形を握り勝ち。まあなんて言ってもね、何回も言うようだけども、11回ね、ビシエドをフォアボールが痛かったからっていうね。だって9回裏も2アウト満塁からビシエドね、ショートゴロでアウトになってるっていうところではね、ここで本当は終わらせなきゃいけなかったんだけどね、俺はここがポイントだったからですね。3日、1対5でオリックスっていうね。中日先発松葉ね、5回63球、1安打3三振、無四球無失点と、まあ、逆転されてね、12球団から勝利できずっていうところでね、また来年への持ち越しっていうところはあるけどもね、カットツーシームと横の揺さぶりの中で、で、まっすぐからカーブ、チェンジアップっていう緩急を巧みにつきながら、投球ね、非常にね、グッピッチだったと思います。で、オリックス先発ね、山崎福也、6回100球、4安打6三振、1四球1。四球一失点というところでね、まあ、松葉と同じようにね、非常にね、ストレートで変化球で緩急をつきながらピッチングして、低めの制球というところがね、非常にグッ、良かったと思います。でね、中日は先制というところでね、初回に、ツーアウト一塁から石川がね、センターのタイムリーツーベースね、で、このワンアウト二三塁からビシエドでもう一点取りたかったところがね、三振。で、福永三振。このビシエド三振。この理由がね、昨日の試合の総評でよくわかるでしょっていうね、ところで、ね、でまあ、これでもねしっかり1点取ってっていうところはあるけども、結局はね7回お互いね代打投手系統でね、もう総力使いながらっていうところでオリックスが連打で5点っていうところで、まあ、この試合ね、ピッチャーが、7回、勝野マウンドに上がって先頭若月三振で足立フォアボールで頓宮レフト前ヒットで、ワンアウト一塁から代打森ねセンターフライでアウトになるけども、またまた代打ゴンザレスがツーアウト一塁からレフトにタイムリーヒットっていうね。で、このね、加藤翔平がね、悪送球ってあるんだけども、これ木下ね、キャッチャー、タイミング全然セーフなんだから、体で止めるとかね、手だけでこうやっていかないで、タイミング完全セーフだったから、体で止めるとかしなきゃいけないし、ピッチャー、服ね、なぜか真後ろにカバー行ってないっていう、バッと。あれ、カバー行ってたら、進塁されてないかもわかんないのに、なぜか一塁側にいたっていう、わけわからんところにいた、マジで。で、その後、ツーアウト二三塁からね、野口フォアボール。で、ツーアウト満塁になって、代打ね、中川。で、ピッチャーね、フッから山本に変わったところで、中川ね、タイムリー。で、広岡もタイムリーっていうところで、一挙5点でね、大逆転勝ちっていうね。ところで、まあ、中日はね、交流戦、ね、初の一桁安打っていうところで、ちょっと複数安打がなかったんでね、まあ、これは初回の1点だけっていうところでは、まあ、なんとかね、あの、スミーチで勝ちたかったところね、粘りきれなかったっていうところでは、オリックスがね、この、中島采配でね、代打構成3人でね、しっかり逆転しきったっていうところはいい試合だったんじゃないでしょうか、ね、で6月4日、0対5でオリックスっていうところでね、まあ、この試合はね、なんて言っても先発宮城、9回108球、2安打13振、無四球無失点と、無四球完封、クッピチ、スパイラル、ね、しかも108球だからね、球数も少ないっていうところでね、非常に好投、しかも2塁も踏ませずっていうね、完璧な、試合展開。ねで、中日先発ね、高橋、7回118球、5安打13三振、1四球無失点と、こちらもね、本当にまっすぐは力強くね、で、スプリットっていうところで、このコンビネーションもね、さすがだっていうね。で、2回、7回ね、ピンチはあったけども、2回ね、ノーアウト1、2塁から、ゴンザレス三振、で、杉本三振ね、で、紅林ショートライナーっていうところでしっかり無得点、ね。で、7回、ワンアウトからね、頓宮、ゴンザレス、杉本のね、連続ヒットでワンアウト満塁取るけども、紅林ね、で、ピッチャーの宮城ね、最後インコースに詰まっとね、ピッチャーだけどね、三振っていうところでは非常にね、粘り強いピッチングで、で、ここからね、ピッチャー交代、8回ね、祖父江、茶の西野に連続フォアボール、バーッと、これ痛い、しかもストレートのフォアボールだからね、これまで祖父江、いい形だったのにっていうね、で、中川ここで送りバント失敗して、おおと思うけども、森がね、なんとスリーラン、で、またピッチャー藤島に代わって、頓宮フォアボール、2人連続ピッチャー、先頭ストレートのフォアボールって、どんな準備してんだって言われても仕方ないぞっていうね。で、その後、今度ですかね、タイムリーツーベース。で、また杉本フォアボール。で、今度、ツーアウト1、3塁、この宮城がね、レフト前ヒット、宮城、ナイスバッティング。投打に大活躍っていうね。で、一気に5点を取って、ね、昨日と全く一緒ですっていうね。で、5対0、完璧に勝ち切るっていうところではね、まあ、宮城の好投もあるけども、ちょっとこのね、8回の5点の取られ方っていうのが、リリーフ陣ね、これ痛かったね。フォアボールからっていうね。祖父江、藤島含め、このイニング4つだからね、フォアボール、そりゃ点取られるよっていうところではね、なかなか難しい、でしかもね、ヒットは2本っていうね、セカンドベースも埋めず、これはもう完敗です、結果、オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたね。
さあ続いて阪神対ロッテ、2日雨天中止、3日6対5で阪神サヨナラ勝ち、4日2対0で阪神で、今日もありますね、現状2勝阪神の勝ち越しっていうね、ところになりましたけどもね、3日6対5で阪神っていうところで、阪神先発大竹ね、6回3分の1 104球、8安打7三振無四球2失点っていうところで、まあ腕もしっかり振れててね、チェンジアップスライダーツーシームっていうところ、抜け感抜群でコントロールグッドナイスね。でロッテ先発種市、6回109球2安打7三振3四球1デッドボール3失点、初回だけっていうね、初回だけ本当もったいなかったっていう中でね、阪神は初回ね、近本フォアボール、中野ピッチャーゴロ、ノイジーフォアボールで、大山がねセンターへの先制スリーランホームラン、フォアボールフォアボールドーンだからね、これはもったいなかったかなっていうね、スライダーが高めに浮いたところをねスリーランっていうね。で大竹はね4回表不運な当たりでね、4回表ねワンアウトからポランコがね、内野安打っていういいところを飛んで、でチャドリー安田がね、詰まりながらもポテンヒットっていう中で、ワンアウト満塁、ピンチ繋いだ、ね、ピンチ迎えたけども、山口も、ね、高めのストレートで三振で、佐藤から、ね、2エンド2から、ね、2シームインコースに投げてセンターへの、ね、詰まりながらフライアウト、グッナイス、ね、この安田の時も、ね、2シーム投げて、ね、これ詰まりながらライトに持っていかれたんだけども、あの左バッターへの2シームの制球力というのは非常に良かったかな。ロッテは、ね、7回表、ワンアウト1塁から大下が、ね、ノーボール2ストライクからインコースのストレート、これ、ね、大竹が首振ってねインコースの、ストレートへ行くんだけども、これめちゃくちゃいいボールだったんだけども、それをね大下がコンパクトに振り抜いて、ツーランホームランで1点差に追い上げるっていうね、神戸のねグリーンスタジアムではめちゃくちゃホームラン打ってて、俺は神戸の大下かと思ったら神戸の大下じゃなかった、兵庫の大下だった。だって甲子園も兵庫だから、あれ大阪じゃないからね、兵庫の大下、兵庫県に入ると大下が覚醒するっていうね、神戸の大下改め兵庫の大下でいきます。はい、で8回裏、ね、先頭ね沢村が出てきて、先頭近本フォアボールで、中野の時にボークっていうね、ファーストが前チャージなのかな、あれ出てきてんのにもかかわらずね、沢村が牽制しちゃって、あのボークなんだけども、バッとタイムミス完全にっていうね。で、そこからね中野のタイムリースリーベースで、ノイジーのね、犠牲フライでいて、これでもうジエンドっていうね、ところになったかなと。もうこれで俺もう完全にあロッテ負けたなって思いきやね、9回表ね、ピッチャー湯浅、なんと先頭ね、山口のショートゴロ、木浪ファンブルエラーっていうところで、そこから佐藤ライト前でね、代打池田アウトになるけども、岡がねレフトへタイムリーツーベースで、藤岡がね、タイムリーヒットっていうところで、なんとまさかの同点、えぐい。しかも俺はねこの9回のね、これワンアウト1塁からのね岡の打席ね、まだ点取られてない、まだ5対23点差っていうことを考えたら、長打ケアじゃんね、長打ケアなのに三塁線締めてないんだっていうところで、三塁線抜けてレフトへのツーベースね、でそこから藤岡のライト前で同点になるわけ。あれ三塁線詰めてたらサードゴロだったのに、なんであそこを三塁線詰めてなかったやろっていうね、長打だけが厳禁なわけじゃんね。これ二三塁になんなかったら、ひょっとしたら逆同点になってなかったかもわかんない中で、あの三塁線抜けたことが謎です。なぜあそこ三塁線を開けてたのかっていうね、やっぱセオリーならね、やっぱあそこ三塁線を詰めるっていうところがあるんだけどね。しかも岡なんてね、スーパープルヒッターだからね、そういったところであそこは謎だったね。で9回裏ね、先頭木浪センター前ヒット、さっきのエラーごめんねっていうところでね、ランナー出て、でここでね、木浪に代わってダイソー上田で、まさかの牽制タッチアウト、バッと。俺もこれでロッテ勝つなって思ったけども、ロッテがね、10回ランナー出すけども点取れず、で11回もね3者連続三振っていうところで、及川そして浜地がねリリーフでねめっちゃ踏ん張ったっていうねところはあるけども、で11回の裏ね、ピッチャー平畑、佐藤ねヒットで、梅野の時にねバント行きたいけどファールファールでできなかった、最後ねワンボールツーストライクバスターエンドラン、これが見事に成功して梅野グッとね、采配もグッとね。で、ノーアウト一三塁になって、坂本がね、敬遠満塁策で、ミエセス見逃し三振取るけども、小畑がねセンターへサヨナラヒット、小畑ナイスというところで、まあサヨナラになるんだけどもね、まあ勝ち切ったね。でも俺この試合で一番ね謎だったのが、10回表ね、ワンアウト一塁からバッター佐藤ね、最後空振り三振するんだけども、ファールチップでキャッチャーが坂本が落としたんだよね、ポロッとで落としたんだよね。そしたらあの佐藤がねファールチップってアピールするんだよ。で審判当たってないって言って、もし当たってたらごめんね、あの俺がテレビで見た感想ね、
あのもし当たってたらごめんね、あの佐藤に謝らなきゃいけないんだけども、あの俺がテレビで見た感想ね、あのバットとボールこれぐらい空いてたろ、これぐらい空いてたわけ、バットとボールが、であれ坂本バット飛んなきゃ当たってもないんだから、当たってもないって言っちゃったよ、まあ、当たってないと思うの、当たってないのにファールチップしたって言ってんの、もう恥ずかしいからやめろそういうのは、お嬢気が悪い、これぐらい離れてたぞ、笑われるだけだぞ、当たってるかどうか分かるやろっていう、あの自分でこれぐらい離れてたの、いや当たってたらごめんね、謝る、あのもしあれが本当に当たってたら、当たってて俺もミス、審判もミスだったら俺は本当に謝るけども、これぐらい離れてたぞ、恥ずかしいからやめろ、ああいうのは気持ちは分かるけども当たってるかどうか分かるよ、バッと、もしこれ間違ってたら俺にバッとください。で4日、2対0阪神の勝利というところで、まあ、この日はね、あの佐々木朗希ね、6回102球1安打10三振4四球1セットボール1失点と、まあ、5四球珍しいね、ね、というところでね、まあでも10三振にとって1安打で負けてるからね、まあ、これは仕方ない。でもその上を行ったのがね、阪神先発才木、9回101球3安打12奪三振1四球無失点完封ですね。序盤はストレートでグイグイ押して、中盤以降ね、変化球をうまく混ぜながらね、変化球主体になって、梅野もねナイスリードね。中でまあ先制点がね生まれたのは6回裏、先頭中野フォアボールで、ノイジーの時にね中野盗塁成功で、ワンアウト2塁からねワイルドピッチだけどもね、あんなの止めれんぞ、だいぶ前でお前ハードワンパン、ベースの何メ1メートルぐらい前でワンパンしてるやないか、よく当てたけどね、あれを完璧にブロッキングするのは多分めっちゃ難しい、正直。まあ止めなきゃいけ、ね、止めてるけどね、横に行ったけど、まあやる、止めなきゃいけないけどね、難しいけども、でもあれはね相当難しいぞ、あのワンパンをここの目の前に落とすっていうのは、それぐらいハードワンパン、あれベースのキャッチャー寄りだったらまだね全然問題ないけどもね、というところでね、正直あれはきつかった。でそれがねハードワンパンになりすぎて調整したんだろうね、高めに浮いたところをね、大山がタイムリーヒットで1点で、7回にね、ピッチャー上に変わって梅野がねホームラン、これでダメ押しかなっていうところでは、2対0っていうところではね、まあ、阪神がねちょっと交流戦入って負け越してたけども、まあ、ここをねしっかり、まあ、今日の試合どうなるか分かんないけども、まあ、勝ち越しはね最低できてるから、まあ、ここから息を吹き返していくのかなっていうね、ところです。結果ね現在2勝中です。はい、さあ続いて巨人対日本ハム、2日2対8で日本ハム、3日3対2で巨人サヨナラ勝ち、4日3対10で日本ハム、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、ね、2日2対8で日本ハム、日本ハム先発鈴木ね、5回3分の2、102球、9安打3三振、1四球2失点と、まあ、巨人打線ね、左8人並ぶ中ね、対左対策しっかりね、インコースのストレート、スライダーっていうところをね、鈴木投げ切れたっていうところは良かったかなと、まあ、その中でね、まっすぐスライダー、シンカーっていうところでね、緩急をつけてね、非常にいいピッチングだったと思います。で巨人先発横川ね、5回88球、9安打2三振、無四球5失点と、まあ、そんなに悪くなかったと思ったけども、もう万波、マルティネス、まあ、この2人にね、ちょっとやられちゃったかなっていうね、ところはあります。3回にね、秋色のショートゴロの間、まあ、ノーアウト1、3塁だったからね、ショートゴロの間に、1点を取って先制するんだけども、まあ、4回表にね、万波ツーベース、でマルティネスがね、タイムリーツーベースっていうところで1点。で野村アウトになるけども、アルカンタル上川端が、ヒットで続いて、でワンアウト 1、2塁からね、鈴木の、ところでバントしようと思ったら、またねこうアルカンタルが飛び出しちゃうんだよね。でセカンド投げたと思ったら三塁に進塁っていうね、ところになるんだけども、まああれは難しいね、いろいろあるけどね、わざと絶対やってないからね。まあ、その中でね、このアルカンタから飛び出してね、2、3塁間に挟まれる中で3塁セーフになったともに、この1塁ランナーの上川畑がね、しっかり2塁へ行ってるっていうところがグッソーリ、これはかなり大きかったかね。でそんでワンアウト2、3塁になったところでね、鈴木がなんとか当ててね、ちょっと高く弾んだピッチャーゴロの後ろにね、大きく弾んで3塁ランナーね、マルティネスが、ゴロゴーでホームインっていうところで、この1点のね、取り方っていうのは良かったし、で5回表もね、2アウトから万波レフト前で、マルティネスがね、レフトスタンドでツーランホームランっていうね。で5回の裏に梶谷の、ね、ホームランで1点取られるも、7回表にワンアウトから加藤がライト前ホームランで、まだ野村の、ね、タイムリーヒットっていうところでこの、ね、2点取って、まあ、これでゲームセットかなっていう、ね、ところで、まあ、ジャイアンツは、ね、この6回の裏、ね、中山センター前吉川ツーベースでノーアウト2、3塁のチャンスを作りながら、門脇そして代打坂本で丸が、ね、追加点を取らず、この6回裏に、ね、2点でも取ってたらまだ状況わからなかっただけでね、ここがチャンス生かせなかったところで、まあ、ジエンドだったかなっていう、
ね。で8回もね、代打ハンソンがホームランを打って、もうダメ押しの8対2っていうね。で3日、3対2で巨人サヨナラ勝ちっていうところで、日本ハム先発伊藤ね、7回104球7安打5三振1四球1失点で、巨人先発グリフィン7回106球4安打6三振1四球1失点と、まあお互いね、先発の役割はね、十分果たすピッチングっていうところではね、いいピッチング、できたかなと思いますけども、巨人はね、まだ3回坂本のね、先制タイムリーツーベースで1点ね、いい形で、先制するんだけども、日本はね、こう初回先頭松本ツーベースね、江越三振で、加藤がね三振、ツーアウト2から万波っていうところでセカンドランナー松本が牽制アウトになるんだけど、さすがにあのリードはでかいやろっていうね、あの逆も疲れてないし、めちゃくちゃリードでかいところで牽制に入られたから、そんなグリフィンのターンもそんな速くなかったと思うけども、さすがにでかすぎるっていうね、ところでアウトね。でここのね、松本がツーベース打ったところも江越もね、バントがね2回ファールして最後三振っていうところで、最低でも進塁打打ってね、ここ1点取れてればもっと試合ね、試合展開になれたかなっていうね。で逆にね、3回裏は先ほども言ったようにね、坂本のタイムリーになったけども、ワンアウトからね丸がセンター前ヒット打って丸が盗塁して、タイムリーっていうところだからね、めちゃくちゃいい流れでね、点取ったんだけども、4回の表にね、加藤のライトスタンドのホームランっていうね、これすぐね4回表に追いつけたっていうところは、非常に大きかったんじゃないでしょうか、ね、で両チームね7回のチャンスで無得点っていうところは大きかったかなと、日本はね、万波、センター前でマルティネスの、ね、サードゴロ、門脇が悪送球、ノーアウト1塁のチャンスを作ってアルカンタがね、送りバント成功で、ワンアウト2、3塁になって代打ね、伏見のところで代打ハンソンを送って、ハンソンはね前日ホームラン打ってる、ここでねあのワンボールからセーフティースクイズっていう、このアイディアはめちゃくちゃすごかったし、前日のホームランにホームランを打ってるから誰もよくしない中でも、これファールっていうところで、まああのね、グリフィン飛びついてね、なんとか取ろうとしたけども、ね、あれグラブに触らなくてよかったねっていうね、触ってて取れなかったので1点入ったからね、そういった中では、まあ、作戦は良かったけども、ハンソンのバント能力にねどうなんやっていうところはあるけども、でここチャンス作りながら無得点で、7回裏ジャイアンツもねワンアウトから、吉川ライト前で門脇がナイスセーフティーバントでワンアウト一塁のチャンスを作ったけども、代打梶谷ね丸が連続ダウンで1点取れずっていうね。でその中で、8回裏にね、ワンアウト満塁からブリンソンがレフトへタイムリーヒットで、ここでまたワンアウト満塁から吉川ね代打ウォーカー、これどっちかヒット打ってもう1点取れてれば完勝だったけども、こう1点止まり。そしたら9回表ね、ピッチャー大勢が出てきて、万波ライト前、マルティネスライト前、ノーアウト一三塁からね、代打野村は三振取るけども、ね、清水、初球ね、セーフティースクイズで行って、ね、ここはね、何かありそうだからね、新庄野球は。もうちょっとね、あの岡本もケアしたかったかなっていうところはあるけども、ね、やっぱランナーがね、ファーストにいるっていうところで、ファーストベースについておかなきゃいけないところがね、間一髪の本塁セーフになったかなと。で、ワンアウト一塁になってね、上川畑ライト前ヒット。で、ワンアウト満塁からね、ここで勝ち越したかったところで、まあ、水野松本とね、もう一本出ずっていうね、今日はこの試合ね、日本ハムがもう一本出ずっていうところがね、痛かったかなっていうね。でこれ言い忘れたけども、8回のところでね、ワンアウト一塁からね、まあ、ブリーンとかワンアウト満塁からタイムリー打つんだけども、こうね、重信のね三塁への盗塁、これがね、まあ、めちゃくちゃ良かったかなっていうね。その流れになって10回裏ね、巨人はね、先頭重信初球をレフト前ヒットで、ここからまた岡本が初球をレフトへツーベースっていうところで、ファーストランナーね、重信が本塁へね、見事な走塁で1点取るんだけども、レフト松本がね、若干握り損ねてジャックするんだよね。この隙を見逃さずね、あの、重信がホームインっていうところと、ここ松本でね、握り替えちょっと痛かったかなっていうね。まあ、ノーアウトだっただけにね、まあ、このままもしでサヨナラになってたかもわかんないけどね。でもこのね、重信、あの、岡本がね、初球初球で2球でサヨナラっていうところではね、素晴らしかったかな。4日3対10で日本ハムっていうところで、この日日本ハム先発ね、北山7回101球8安打6三振1球3失点と、本当にね先発になってからまっすぐねナックルカーブスライダーフォークチェンジアップとね、緩急を交えながら低めの投球っていうところは素晴らしい、ピッチング、だったかなとね。で、巨人先発ね松井3回66球7安打4三振1球5失点とね、ちょっと日本ハム打線にね、3回で5失点っていうところで、ゲームをね、支配されちゃったかなっていうところで、まあ、この日ね、日本ハムね、加藤ね、新人、ドラフト制後新人が初出場から8試合連続ヒットは新記録、
ね、しかも右へ左へというところで結構ねプロヒッターかなと思ったらレフトのヒットとかもねしっかり懐に入れてレフトに持つというところでは広角にも出るんだというところはね、今後ね、俺は現場じゃないけども加藤の対応策を考えたいと思います。はい、巨人はねまとも先制ね、丸が先頭打者ホームランでいきなりいい形作るけども2回にね2アウト1塁からピッチャー北山がね、タイムリーっていうね8番にピッチャーを入れてねどうなんやっていうね声もある中でね、ラミちゃんの8番ピッチャーは叩かれてたぞっていうねところもある中で8番にピッチャー北山入れるとなんとその北山がレフトへタイムリーヒット、何やってもハマる新庄野球っていうね交流戦っていうね。で細川が2アウト1、3塁からまたタイムリーでね2点取って、で3回の表もねワンアウトから加藤万波が連続ヒット、マルチネスアウトになるけども野村がねここで同級生対決っていうところでインコースのストレートレフトスタンドへホームランで5対1で3回の裏にね坂本がタイムリーヒットで1点取って、その後ねワンアウト一塁で岡本チャンス作るけどもダブルプレーでここね連打出ず、ここで連打出とけばねまた分かんなかったかなっていうね。で6回表、野村センター前福田がツーベースで、またこれノーアウト二塁三塁からね北山がセンターへのね完全ヒットで、また8番北山がねチャンスを生かして、で細川がね見事にセーフティースクイズっていうところで、いい形で決めてね、でまた加藤がタイムリーね、でマルティネス押し出しっていうね、4点、ここで9対2、まあ、これでほぼゲームセットっていうね、ところになったけども、まあ、6回裏ね岡本のホームランで得点ね取るけども、まあ、8回裏ね万波がタイムリー出て、これはねもう日本ハムの完勝っていうところで、まあ、打ってもホームランも打つね、8番ピッチャー北山策当たる、先発の北山安定してる、スクイズも決めて見事に策通り、結果2勝1敗日本ハムの勝ち越し、日本ハムは交流戦2カード連続勝ち越し、このまま交流戦優勝したら面白いぞっていうね、ところもあるけどもね、いい形のね、試合展開だったんじゃないでしょうか。さあということで最後にベストライン発表いきましょう。まずはパ・リーグからピッチャーオリックス宮城、打ってもタイムリー、キャッチャー日本ハムマルティネス、コマンダンテマニエル・ピティ・ファールド体育大学出身です。ファーストソフトバンク中村晃3割乗ってきました。セカンドソフトバンク牧原9安打、サード日本ハム加藤ランチョ・バーナード高校です。ショートオリックス紅林、くれない花、はいはい、レフトソフトバンク近藤、打撃好調です。センター日本ハム細川、智弁和歌山出身。ライト日本ハム万波、ホームラン王です。 DH オリックス森、好物は牛丼です。リリーフソフトバンク松本裕樹、グッドリリーフ。セリーフピッチャー阪神佐伯、大きな勝利、佐々木朗希に勝利です、完封。キャッチャーヤクルト中村、下位からの逆襲、逆転優勝できるのか、はい、ファースト巨人岡本、2代目若大将。セカンド中日福永、新人王あります。サード DeNA 宮崎、不調ももう終わりです。ショート巨人坂本、ショートだけで2000試合は素晴らしい。レフト巨人秋広、2メーターです。はい、センター中日岡林、3割には乗せたい。ライト中日細川、現役ドラフトからもうレギュラーです。はい、DH ヤクルト川端、代打でも打つしスタメンでも打ちます。はい、リリーフ中日清水、グッドリリーフ。はい、ということで終わりです。今日もまだあります交流戦ね、皆さん楽しんでください。ということで1時間終わります。